皆さんこんにちは、 DIY チャレンジのタカです。今日はですね、ホンダのライフ JB5 の、前期型なんですけれども、こちらですね、私の友達、静岡ライフ愛好会のねメンバーの車なんですけれども、ちょっとですねネタを提供してくれまして、ユピテルのドライブレコーダーをね取り付けるということで、これ昨日ねオートバックスで買ってきたものです。でこれをですね早速つけていきたいなと思います。はい、こちらのねドライブレコーダーとこちらの、電源取り出しソケットですね、この2つを使ってね、やっていきたいと思います。そしたらですね、まずですね使う道具ですねご紹介していきたいなと思います。じゃあねちょっとこの辺にちょっと置いておいて、使う道具ですね。で、ちなみになんですが、余談で、こちらのね、商品はですねエーモンの2309のプラグロングソケットが808円、ドライブレコーダーが、ST1500C ですね9178円、合計税込み9986円、約1万円で、購入しましたのでご参考にしていただければと思います。はい。で、使う道具なんですけれども、足りないものがあればですね、随時ちょっと手配するとして、ざっとですね、この辺電工関係のものとか、ニッパーとか、プラスのドライバーとか、ハサミとか、あと内装剥がしたりとかするやつとか、クリップのやつとかですね。はい。で、プラスの、ドライバー関係とか、あとは、ソケットとか、もろもろあるんですけれども、大体、こちらの方にもありますし、あとは、配線関係のものはですね、これで大体足りるかなって感じですね。今回はですね、この分岐のこちらを使おうかなと思ってますね。はい。で、あとはこういったスリーブだとか、そうですね。この辺ですね。検電器のテスターとかこういったのありますんで、はい。こういった形でですね、やっていきたいなと思います。裏はね、ちょっと関係ない、ボルト関係ですね。はい。はい。そしたらですね、まずね、手順なんですけれども、あちらにね、ブレーキクリーナーとか、ウエスっていうか、キッチンペーパーみたいなのありますけれども、窓をね、拭かなきゃいけないので、はい。手順としてはですね、まずこちらのね、JB5 のライフの場合は、まずこちらの下のところですね、外して、そして、シガーソケットのこのあたりも外して、そして、シガーの裏のところですね、分岐して、やる方法か、もしくは、こちらのパネルですね。これちょっと邪魔なんで置きますけれども、こちらのパネル外して、そしてオーディオを外して、オーディオの裏から取るか、どっちにしようかなっていう感じですね。で、楽な方法としては、このシガーの裏側をですね、分岐して、やるんですけれども、こういったものをですね、隠すスペースがもし、この辺にね、あんまないようだったらこれを外して奥に入れちゃった方がいいのかなって思いますんで、そこはですね、ちょっと今回ここを外すの初めてのケースなので、ちょっとですね、様子を見ながらやっていきたいと思います。はい、そしたらですね、ダイジェスト関係でですね、どの場所をどういった工具を使って、外していけばいいのかっていうのが、皆さん一番ご参考に、される部分だと思いますので、無駄な尺はカットしてですね、進めていきたいと思います。それでは、アングル変わります。はい、ではですね、アングル変わりまして、今ね、こちらのセンターロアパネルっていうところに来ました。で、見ていただきたいのはですね、こちらですね、こちら。こちらの、クリップが左右対称についております。で、まずですね、こちらのクリップを外します。で、外すときにですね、これマイナスでもいいんですけれども、私の場合はなんですけれども、マイナスみたいに、まっすぐしたものよりも、ちょっとこういうね、角度がついたものの方が、無理なく力を入れやすいってことで、こういったものをですね、間に、挟んで、それで、パチッと、取っていくような感じですね。よいしょ。はい。こんな感じですね。はい。そうすればですね、これ取れますんで。で、一回ですね、これがクリップ浮いてきたら、この間に、こういう風にして、起こしてあげれば取れますんで。はい。で、反対側もですね、同じように外していきますので、アングル変わります。はい。今ね、反対側にやってきました。こちらはね、同じ形状ですね。はい、こちらのね、ところをですね、間入れてあげて、
で、もう場所が近いとね、やりやすいですね。そしてもう起こせばね、ピッて取れてきます。形はですね、こういった形してますね。はい。こんな感じですね。こんな感じです。はい。そしたらですね、次はですね、ここ左右対称外れたんですけど、今度はですね、ちょっと見づらいんですが、ここのね、下側にですね、ビスが確か入ってるんですね。そのビスを外していきたいと思いますので、アングル変わります。はい、そしたらですね、今から作業していきたいと思うんですが、使う工具はですね、プラスのドライバーなんですね。で、まあ、これでもいいって言ったらいいんですけれども、ちょっと奥まったところにありますので、まあ、私の場合はなんですが、プラスのね、1番、2番ありますけれども、この1番のね、細い方、こちらをね、使っていきたいなと思います。はい。そしたらですね、では、アングルの方変わります。はい、今アングル変わりましてね、こちらの、ドリンクホルダーのね、下のところにやってきました。でね、これ今ドリンクホルダーがこう閉まってる状態なんですけれども、これをですね、引き出します。で、するとですね、非常にちょっと見づらいんですけれども、ここにですね、プラスのドライバーがあるんですね。で、ここにね、この細いプラスの方を当てがっていきます。結構ね、これね、外した時になくしやすいので、なくさないように注意しながらやっていきたいなと思います。結構中古車で買うとですね、こういったネジって、意外に、なくされてて、こういう状態ない状態っていうのが結構あるんですよね。皆さんも中古車買うときにね、これがないと一回外したんだなっていうことになりますので、まあ、心のどっかに留めておいていただければと思いますね。はい。で、ここまで外れたらですね、もう下のですね、アンダーコンソールっていうんですかね、取れると思いますので。じゃあ一回アングル変わります。はい、今ですね、こちらの方に回り込んできました。あとですね、こちらもですね、もう手で引っ張るだけですね。手でグッと引っ張ってあげるだけで取れてきます。こんな感じですね。はい。でですね、ここ取れたらですね、もうシガーの配線はですね、スッと入ってるだけなので、このシガーの裏からですね、分岐して配線を隠すっていう方法が一番楽だと思いますので、もう一回ですね、あちら側の方に、回ってみたいと思います。では、アングル変わります。はい、こちらの方にね、回ってきました。こちらね、シガーソケット。まあ、普通にね、ドライブレコーダーね、使うだけだったら、このシガーソケットのところ挿せば普通に使えるんですけど、まあ、それじゃあ配線がね、かっこ悪いので、このね、裏側の方から取りたいなということで、今このような作業をしております。まあ、これはですね、もうくねくねすれば、ただこれ刺さってるだけなので、こういうふうに取れますね。はい。そしたらですね、もうこちらはですね、そのままピッて取れちゃいますので、ちょっと邪魔にならないところにね、置いておきたいなと思います。まあ、意外にですね、やってみると、結構簡単に取れますんでね。で、今から、こちらですね、こちらのシガーソケットに対して、まあ、分岐のね、配線をしていきたいなと思います。はい。まあ、こちらのね、ところにグッと押し込んじゃえば隠せそうなので、はい。そしたらですね、ちょっとですね、こちらの分岐配線するのにいろんなスリーブ等を準備しますので、一回アングル変わります。はい。そしたらですね、アングル変わりまして、大体ですね、このシガーから取るか、もしくはですね、もうこういった車外のですね、ナビとかついてる車の場合は、もう配線とかがですね、奥に、もう出てきてるケースがあるので、そこから取ってもいいし、まあ、なんとでもなるなっていうことが確認できましたので、改めましてですね、こちらの、ドライブレコーダーの中に入ってるね、ものをね、確認していきたいと思います。まあ、やり方、手順はですね、まあ、人によってね、いろいろあると思うんですけれども、私としてはですね、最終的にしっかりつけば問題ないので、先にね、どこからやるかっていうのは別にそんなにいいかなと思います。はい。まあ、取説とかはですね、ちょっと割愛します。はい。でですね、ついてる部品なんですけれども、まずですね、こちら、配線ですね。はい。で、皆さんもご存知の通りですね、ドライブレコーダーをただ普通に使いたいだけだったら、こちらのね、ものをですね、シガーソケットにプズッと挿せば、すぐにもう使えます。特にセットアップとか何もいらないですね。で、悩ましいのは、もうここのね、取り付け位置をどうしようかなーって迷うぐらいですね。で、取り付け位置ね、迷うと言ってもですね、もうこちらのミラーから上ぐらいじゃないと、
この下すぎるとですね、一応法律でですね、この5分の1以上の上っていうふうに決められてたと思うんですね。20% だったかな。なので、大体このミイラよりも上あたりにつけなきゃいけないので、必然的にですね、位置がもうこの辺よりも上っていうふうに決まってくるので、そんなに悩むこともないかなと。まあ、脱脂してつけるぐらいかなと思いますね。はい。でですね、まあ、今回ですね、こちらのシガーソケットをそのまま、ブスって刺して配線をブラーンとしておくのはかっこ悪いので裏に隠すっていうことで、こちらの、これをね買ってきたわけですね。なので、こちらをですねつけていきたいと思います。まあ付属してる部品ってもう本当ないですね。これぐらいですね。でこちらなんですけれども、付け方こちらに載ってる通りですね、まあこちらのオーディオハーネスに接続する場合は、ギボシ端子のオスメスをくっつけてくださいね。そしてボディアース取ってくださいねっていう形ですね。で、純正コードに割り込ませる場合は、途中でカットしてくださいねっていうような感じですね。はい。なので今回はですね、オーディオハーネスに接続するんではなくて、純正コードに割り込ませる方法で、やってみたいと思いますので、こちらはね、純正コードのところに、分岐、をかましてですね、そしてギボシ端子で、つないでいくような方法を取っていきたいと思います。そしたらですね、ちょっとですね、配線とか作っていきますので一回アングル借ります。はい、今ですねちょっとシミュレーションしようと思ってちょっと今ね出したところですね。でこの形状を見るとですね、結構ね優れものですね。昔だとこういったのって中継するだけでもう普通にねこう刺すだけだったんですよね。こうカップみたいになってて、ですが、こちらがですね動くようになってて、なんとですねこれ刺します。そして、刺すだけだとこう緩んでくるかもしれないのでぐっと締め込めるようになってるんですね。これ結構いいですよね。なんかもう中にね締まってて、車ってやっぱ振動でこう少しずつねこうずれてきちゃったりしますので、そうすると、アース不良を起こしたりとかねしますけれども、メイドインチャイナって書いてますけれども、しっかり作ってますね。はい。まあ、実際にですね、こちら、エーモンさんの製品ですので、作ってる国はね、チャイナかもしれませんが、ちゃんとしたね、規格のものだなって改めて思いましたね。はい。まあ、余談ですけれども。で、ついてるパーツはですね、こういったスリーブ、ついてきてますので、まあ、あらかじめですね、買い揃えておく必要もないと思います。電光ニッパーとか持ってれば、そのまま使えるような感じですよね。はい。まあ、余談になりますけれども、じゃあ、これから作業の方を進めていきたいと思います。まあ、これはこのままでいいかなと思いますね。はい。では、アングル変わります。はい。そしたらですね、大体準備ができたので、こちらのシガーソケット裏からですね、電源を分岐してですね、準備の方を進めていきたいと思います。で、念のためですね、こちらのね、プラスとマイナスがありますけれども、こちらがですね、白い線と黒い線がありますが、こちらの白い線がね、プラスなんですね。で、黒い線が、マイナス。なんですが、一応ですね、まあ、こういった電気の作業をするときに念のためですね、確認しといた方がいいということで、こちらのねテスターで、まずボディアースですね、鉄板のところどこでもいいのでつけてですね、でまず刺します。で今ねキー何も回ってないので、回します。そうするとねランプつきますよね。で、同じようにこれ刺してもですね、ランプがつかない。これマイナス、アースなのでつかないですけど、こっちつきますよね。なので、こちらがプラスだよーってことですね。はい。で、こういう風にですね、一応確認しておいた方がいいですね。まあ、純正のものだったら、こういった白とか黒で判断してもいいんですけども、後付けでですね、誰かが適当にホームセンターで買ってきた線とかで、その赤とか黄色とかも適当な線を引いてるのは、信用しない方がいいですね。まあ、純正の場合だったら特にこの検電器なんか使わなくてもだいたい色でだいたい決まってるんですね。なので、一応ご参考にしていただければと思いますね。はい。そしたらですね、こちらコルケートチューブですね、いっぱい巻いててね邪魔なのでちょっと剥いてですね、接続していきたいと思いますので一回アングル変わります。はい。今ねこのチューブをね、取りました。これカパッと外してる はまってるだけですね。そしてビニールテープでぐるぐる巻きになってあったんですけど、取るとですね本当に分かりやすいですね。白と黒がありますけれども、白がプラス、そして、黒がマイナスっていう形ですね。形状としてはシガーソケットのこの平べったい方ですねが、プラスで、ちょっとですね山型になってるのかな、かまぼこみたいなのか、まあ、こういう風になってるのが、
オリンピックの表彰台みたいになっているのがマイナスという形ですね。で、こちらのですね、白い方から分岐をしてですね、それで取っていく。で、アースはですね、直接、鉄板のところから取るという方法が、まあ一応セオリー通りなんですけれども、場所が遠い場合なんかは、こちらもこちらも両方取っちゃってもいいかもしれないですね。ちょっとそこはね、臨機応変でいいとは思います。それでは、準備しますので、アングル変わります。はい、ではですね、アングル変わりまして、どうやろうかなっていろいろ考えたんですけれども、決まりましたのでご報告させていただきたいと思います。まあ、仕事のですね、スピード、まあ、こちらの作業のスピードということで、スピードをね、優先した場合にはですね、こういったね、分岐タップっていうのがありまして、赤のね、タップ。で、こちらをですね、赤いところに入れて、で、黒いところにも入れて、両方こいつを使ってですね、で、こちらの、ギボシ端子も使わずにですね、こちらのアースも使わずにブチブチって切っちゃって、で、この線をですね、分岐タップで刺しちゃったら、もうそれで、おしまいなので、早いは早いんですけれども、まあ、ちょっとですね、これ安物とかだと、これがですね、通電しないとか悪さすることもあるし、まあ実際ですね、こちらの商品、もともとですね、こういった義母子がついてましたので、アースもね、取ってっていうふうについてましたので、まあせっかくのですね、動画になりますので、まあこういったね、変則的なやり方をするよりもですね、セオリー通り、マニュアル通りやってみてっていうことで、まあこれから初めてやられる方のですね、ご参考に、していただきたいなっていう思いもありましたので、ちょっとですね、手間はかかるんですけれども、確実な方法をね、取りたいと思います。なので、今回はね、こちらの、テトルバイ方法はやらずにですね、確実に通電する方法。なので、こちらをですね、まず切断してですね、こちらにもこれ、プラスマイナスを作ってですね、間に、これ、差し込むような形ですね、プラスを。そして、マイナスはですね、ここを切るんじゃなくて、こちらの、鉄板のね、一番確実なところから取るっていう方法でやっていきたいと思います。はい。それではですね、まずね、プラスの方からね、仕込んでいきたいと思いますんで、これをね、カットして、作るところからやっていきたいと思います。それでは、アングル変わります。はい。用意したのがですね、こちらですね。はい。スリーブとか、ギボシの端子ですね。プラスとマイナスですね。こちらをですね、ここをですね、パチッと切ってですね、オスメス、つなげられるようなものを作っていきたいなと思います。それでは、準備します。はい、そしたらですね、最初に使うのはこちらのね、ニッパーですね。はい、まあ、ハサミでもいいんですけれども、あんまりね、この辺切ると、作れないので、この辺のね、真ん中あたり、まあ、配線切るのってなかなか勇気いりますけれども、ここは思い切ってですね、この辺真ん中、パチッと切ります。はい、切りました。もうこれでね、こういう風に切れちゃいましたよね。で、ここをですね、プラスとマイナスをつなげていくって形になります。はい。では、アングル変わります。はい。そしたらですね、今からこちらの配線をですね、被覆していこうかなと思うんですけど、その中の導線をね、出していこうかなと思うんですけど、使う道具ですね、いろいろありまして、まあ一番シンプルなものだったら、まあ、皮を剥く、こういったものがあるんですね。で、これでシューッとこう、欲しいところでキュッて抜いていくっていうのもありますし、あとは一般的なやつですね、こちらで、ここでですね、ヒューッて抜いていくっていう方法もあります。で、まあ一番ですね、初めてやる人が、まあ簡単なのはこれかなと思いますね。というのは、これですね、まあわかりやすく、まあここがですね、行き止まりだよというところがありまして、で、こういうふうにですね、まあ、引きちぎるみたいな形になっちゃうんですけれども、行き止まりだよーっていうところまでして、あとはですね、ぐっと押さえるだけなんですね。で、これでもう抜けちゃうんですよ。で、こういうふうにもう、導線が出るっていう、簡単なんですね。で、どのぐらい剥くかっていうのも、もちろんこれ調整できるようになってますんで、で、これをですね、両方やっていくっていう形になりますね。ちょっとこれ暗いんでですね、ここはね、ちょっと、カットしますけど、手暗がりになってしまいますけれども、まあ、こういったやり方で、別に、こっち使ってもいいし、こっち使ってもいいし、狭いところなんかはこっちの方がやりやすいかもしれないですね。微調整したりとかね。はい。そんな感じでですね、同じようにこれ剥いていきたいと思います。では、アングル変わります。はい。今ですね、両方剥いたんですけど、まあね、機械でやるとですね、まあ一定で楽なんですけど、剥きが足りないかなーっていう場合なんかは、こういったね、手動でこう小さいタイプのやつの方がね、細かいとこ入ってきますんで、私はですね、こういう方が好きなんですけれども、まあね、好みで選んでいただければと思いますね。はい。じゃあですね、こちらですね、間、義母子端子ね、用意していきたいと思いますので、アングル変わります。
はい、そしたらですね、今度はオスメス、端子を作っていきたいと思います。これね、基本的にはどっちがオスでもメスでもいいと思うんですけど、今回の場合ですね、こちらがですね、メスにしちゃうと、もうこっち狭いんですよね。で、こちらの線が奥に伸びてる方をメスにせざるを得ない状況ですので、必然的にですね、こちら、オスにしたいと思います。で、注意しなきゃいけないのは、まあ、こういったね、やつを先にですね、かしめちゃって、これが入れるの忘れちゃったっていうこともね、ありそうなので、先にですね、こちらの、方をですね、先に、入れておきます。はい。結構ね、これ、ああ、忘れちゃったとかってね、結構昔ありましたね。はい。で、ここはですね、ちょっとねじっておくといいですね。手でね、こうねじっておくと、いいと思います。反対側も同じような感じですね。で、これもですね、先にこの被覆の方をね、入れておきます。これ結構忘れがちですからね。はい。で、落ちてこないようにちょっとこう、曲げておけば落ちてこないですからね。はい。で、今度ですね、こちら、プラスなので、こちらですね。こういう風にすればいいですね。はい。で、こちらですね、短いのと太いのありますけれども、短いのは、こちらの導線をグッと掴むものですね。で、長いのはこの配線を掴むものですね。で、こういう風に長い場合はですね、ちょっと曲げてやってもいいですね。こういう風に。こう、半分ぐらい、こう曲げてあげてもいいですね。はい。で、こういう風にしてあげてもいいですね。はい。その方がですね、グッと。まあ、ちょっとね、ペンチかなんかでグッと絞っといた方がいいかもしれないですね。はい。じゃあ一回ちょっと絞っときますんで、アングル変わります。はい、そしたらですね、今、ちょっとここね、丸めで絞りましたので、ぐーっと入れてですね、はい、綺麗にこう、入れます。はい、入れました。で、入れてですね、あ、入んないな。よいしょ。あんまりこう、欲張ってね、ゴツゴツしなくても通電はすると思いますんで、あんま太くしない方がいいと思いますね。はい。で、これ絞ってですね、あとはこちらの電工ペンチでですね、その太さに合わせて、もうこれ便利でしてですね、ぎゅーっと、ぐっと、かしめてくれるんですね。ぐっとこう。まあ、一応念のため、手でぐーっと力を入れると、このように、綺麗に、かしまってくれるんですね。はい。でですね、こちらもですね、同じく、ここもかしめちゃえばいいですね。はい。まあ、それ専用のものなので。はい。よいしょ。はい。で、こんな感じでですね、かしまれれば、さっきの分岐、のやつを使うよりも確実になりますのでね。はい。そしてですね、こういう風にしとけば、まずこちらは OK っていう形になりますね。はい。はい。そしたらですね、今度、相手側、こっち側ですね、同じようにやっていきます。ただですね、作業はね、同じなので、割愛したいと思います。はい。そしたらですね、今こちらの、電工ニッパーでですね、ギボシのオスメスを作りました。でですね、こちらの、マイナスの方はですね、ぐっとこう、かぶせてですね、はい。はい。止まるところがありますのでね。で、マイナスはこういう風にもうこういう風にしてですね、プラスはこういう風にすると。そしたらこれでですね、戻しちゃったらただの元通りになりますので、今からですね、もともとこちらの方にあった、プラスとマイナス、こちらをですね、つなげていくわけですね。そしたら、これで、ぐっと奥まで入るところがありますので、こうしておけばですね、もともとの配線のルートは元通りになりつつ、こちらも、経由するとバイパスするような形になりますね。はい、よいしょ。よいしょ。こんな感じですね。はい。で、こういう風にですね、しっかりギボシしとけばですね、後々通電不良になるようなこともありませんので、はい。これで一応 OK ですね。はい。で、あとですね、こちら、アースがありますけれども、こちらのアースはですね、ちょっとこれ一見してですね、ちょっと短いような気がするんですけれども、実はですね、
これビーってこう剥いていけるんですね。ぐっと剥いていけます。なのでこれ必要な長さ、ここまで届かせるわけなんですけれども、必要な長さまで、こう剥いてですね、ここに届かせたいなと思います。そしたらアングル変わります。はい、そしたらですね、こちらのね、バイパスは終わったので、今度はですね、こちらのマイナス、ボディアースですね、長く伸ばしました。でね、取っていく場所なんですけれども、こちらにしようかなと思いますね。こちらのところ、ちょっと分かりづらいので刺しますけれども、ここですね、はい、ここならね確実の、ボディの鉄板のところですので、でこれですね、あの外すときにちょっとのニョキッとですね、先端、鋭利なものが出てますので、このようなですね、10ミリ遠目のですね、ロングソケットを使う感じですね。はい。で、これでですね、ラチェットで回していくと、首がね、ちょっと触れないので、エクステンションがね、ありますけれども、まあ、長ければ長いほどね、使いやすいと思いますので、今回はですね、こういう短いタイプのものじゃなくて、この長いタイプのもの、パチッと刺しておくと。そしたらですね、かなりですね、首がこう触れますのでですね、そういった形でですね、緩めていきたいなと思います。緩めるときはですね、左回り、はい、である程度緩めたらですね、私の場合はなんですが、もう手でこう回していきますね。はい。でね、全部外す必要はありません。これあのワニ口になってますので、挟み込むだけなんですね。なのでこれをですね、グッとこういうふうに挟んでいけば入っていくと思いますんでね、ちょっと狭くてね、なかなか入りづらいんですけど、よいしょ、よいしょ、よし、入りました。パチッと入りましたね。はい。そしたらですね、元通りですね、また戻していけばいいんですけれども、戻していきたいと思います。最初はですね、ラジェット使わずに、手でですね、締め込んでいきます。で、こういった時になるべくしっかり奥までぐっと刺さってるかどうか確認しながらやっていきます。はい、これでね、アーズフリオになることはありませんので、はい。さっきのね、分岐タップ使ったらですね、非常に便利だし、作業自体はね、めちゃくちゃ早いんですけど、突然ですね、シガーから供給されないとかね、そういった事例もね、あることはあるんですね。なので、簡単な分、まあ、後々ちょっと不安も、伴うよっていうところがあるんだったら、最初からですね、そんな手間ではないので、こっからですね、アースを取って、しかもこちら分岐するだけなので、こういったやり方が確実かなと思います。はい。まあ、もしですね、ああいう風に分岐タップを使わないけれども、早くっていうんだったら、ハンダコテでですね、配線をですね、もうくっつけちゃう方法もありますけれども、まあ、マニュアルに載ってるこういったやり方でですね、今回はやってみました。まあ、いろんなやり方があって、どれが正解で、どれが不正解っていうのはないと思いますので、まあ、特にですね、仕事でやるんじゃなくて、自分自身の車、あるいは友達同士でですね、趣味でやってるんだったら、話し合ってですね、一番いい方法で、いいかなと思う方法でやればいいかなと思います。今回はね、これでやってみました。はい。そしたらですね、ここまで来ましたらですね、配線はわす前に一回ドライブレコーダーですね、開けてですね、ちょっとですね、通電するかどうかっていうのをね、ちょっとやってみたいなと思いますので、ちょっと一回アングル借ります。はい、そしたらですね、今回、シガーね、裏付けしたものをですね、こう引っ張ってきて、これをつなげて、ドライブレコーダーがしっかり動くかどうか確認ですね。してから、配線ね、合わせていきたいと思います。さて、動くかどうか。まあ、動くんですけどね。はい。一応ですね、動画っていうのもあるので、ちょっとやってみます。まあ、ドライブレコーダーって、実はですね、この配線とかは非常に簡単なんですよ。今、これつけましたよね。はい。当然、今、キー回してないので、で、キーを回しました。はい、つきました。ついてきますね。ユピテルウェルカムってついてきましたね。はい。はい。こんな感じですね。お待ちくださいってなってますね。で、ここまでね、ついてれば、大丈夫ですね。こういう風に、モニターも映ってますね。はいはいはい。OK ですね。はい。じゃあですね、これで切ります。これで通電 OK ということですね。はい。でですね、このドライブレコーダーは、皆さんもですね、やってみるとわかるんですけれども、配線そのものは、
普通にこうドライブレコーダー使えるっていうところまでは早いんですけれども、何がねめんどくさいかっていうと、この配線を隠してこのオーディオ裏とかですね、こういった A ピラーの中とかですね、合わせて脱脂をして油分を取ってですね、これをどこに設置しようかなっていう、そこをですね決めるのにうーんってこう悩んでる時間が一番長いのかなっていうのが、私は一番そういうふうには気してます。はい、とは言ってもですね、まあ ETC つけるのと同じなので、ちゃっちゃとねつけていきたいと思います。そしたらですね、この配線はですね、ある程度この中に隠して、ずーっとこの下を通してきて、この A ピラーを通してきて、そしてですね、こちらのところ、サンバイザーのこのサンバイザーのこの中のここを通してきて、まあ、この辺につけるのがまあ自然なのかなと思いますので、そういった形でねやっていきたいと思います。はい、そしたらですね、まずは配線をちょっとね、通すところからやっていきますので、アングル変わります。はい、そしたらですね、まずは作業として、まあ、人によってですね、やり方いろいろあると思うんですけど、私の場合はですね、まず位置をね決めちゃいます。最初ねこの辺かなとか思ったんですけど、あの熱線がですね、熱線じゃないわ、テレビアンテナがですねあります。でこの辺だと実はですね、これあのグレードがいい TVA っていうグレードで、ここスモークがかってるんですよね。ですのでここにもここにも置きたくないなっていうことで、まあここにねしたいなと思います。でここの方がですね、ちょっと運転にも集中できるし、まあミラーのね、ここにね隠れてちょうどいいのかなと、センターだしね、ということでここにねしたいと思います。はい、なので、ここにねするのにまず脱脂をしてですね、ここにね、粘着できるようにしたいと思いますので、ブレーキクリーナーですね、こちらワコーケミカルさんの、こちらですね、こちらをですね使って脱脂していきたいなと思います。はいですね、これ結構ね私愛用してるんですけど、確かにですね値段ね高いんですけど、そんなにね吹き付けなくていいんですよ。こうホームセンターとかの安いやつってすごいたくさん吹き付けるんで、結果的にはね結構不経済だったりするんですけど、まあその人によるんですけどね、私は結構ねこれね好きで使ってますね。はい、よいしょ、こんな感じですね。はい、あんまりですねテレビアンテナとこ刺激したくないので、この辺にしておきたいなと思います。はい、ではアングル変わります。はい、ではねアングル変わって、こちら 3M のテープをね剥がしていきます。でね、貼り直しはですね厳禁なので、もう位置を決めたらですね、潔く、そして、もうパチッとね、貼ったら貼り直しは効きませんので、もうここって決めたらこれでですねグッと押さえ込んでいきたいと思います。はい、こんな感じですね。よいしょよいしょ。まあ、テープがですね、3M で、まあ、取れることはね、ないと思いますけれども、まあ、一応ね、こんな位置になりました。まあ、いい位置だと思いますね。はい。ちょうどセンターだしね。まあ、ど真ん中もいいかもしれないですけど、まあ、ちょっとね、なんかついてるかなっていうのを見えるのもいい位置なんじゃないかなと思いますね。はい。角度はね、かなりこう、自由に振れますので、はい。そしたらですね、あとはですね配線を這わしていくだけという形になります。まあ、この配線がですね一番めんどくさいところではありますけれども、まあ、難しいことはですね何もありませんので、やっていきたいと思います。ではアングル変わります。はい、そしたらですね今、こちらにね、ドライブレコーダーを添えましたので、私の場合はなんですが、まずここからですね配線を這わしていきたいと思います。そのためにはですねこちらのですねサンバイザーのねこれ邪魔なんですね。でホンダの場合はなんですが、こちらのね JB5 の場合はプラスでもマイナスでもなく、これヘキサゴンっていうんですかね、トルクスっていうんですかね、これのね T の25っていうのを使います。でこちらなんですが、いきなりですねこういう長い方でやりたいとこなんですけど、硬くて回らないんですね。ですので、短く持って、これでグッと回していく感じですね。地道にこう回していきます。である程度緩まったらですねこういう風にね使いたいんですけど、これ手だとですね力が入らないんですね。ですので、私の場合はなんですが、私の場合は、まあ、こういったバイスグリップっていうのを使いまして、これね非常にね便利で、ちょっとね力がないなというところでもパチッとこうやってですね、そうすればですねこういう風に
手だとこうなかなかこう回しきれないんでですけど、バイスグリップだと持つところがね結構範囲がありますので、これでね回していけば、スルスルっとで、ある程度ね外れたらバイスグリップ解除してあげて、これで手で回すという形ですね。なんでこれホンダプラス使ってないのかなっていう感じはしますけどね。プラスの方がいいのになと思って、いろいろね工具持ち帰るのめんどくさいですね。ちょっとこういう形してるんですよ、特殊な形。はい。で、そういう風にやればですね、あとはあこちらもあるのか、ちょっと見えなかったんですけど、はい。じゃあこちらもね同じように外していかなきゃいけないですね。はい。じゃあですね、同じ作業なので、ここはカットしましょう。同じとこ尺に長くなってしまいますね。一回カット入れます。はい、今ですね、こちらのサンバイザー取れました。そしたらですね、次なんですけれども、まあ、先にですね、こう配線通しちゃってもいいんですけど、私の場合はなんですが、こちらの A ピラーもですね、一緒に外しちゃいます。で、外すのにあたってですね、こちらのですね、ゴムモール。これですね、これがちょっと邪魔なんですね。で、手でペロペロって取れるものはあるんですけど、ちょっと硬いので、そういう場合ですね、こういったところに、煽ってあげてですね、こうやって煽ってあげて、結構硬い。硬いですね。これね、柔らかいやつは柔らかいんですけど、硬いやつはね、めちゃくちゃ硬い。硬いな。硬い。まあ、硬いと言ってもですね、取れますんで、ただ、結構硬い。硬いですね。よいしょ。結構硬いですね。よいしょ。これね、本当にゴムで、入ってるだけなんですよ。で、新品のうちって結構ね、ゴム質が硬いんですけど、四駆とかね、硬いの多いような気がしますね。ゴムってやっぱり硬くなるじゃないですか。なので、ちょっと本当硬いですね。珍しいぐらい硬いですね。ちょっとですね、お、取れた。よしよしよし。こういう風にね、ペロペロって剥がれてくるんですよ。で、この辺までね、剥がしとけば、もうあとはですね、パリパリって剥がれてきます。ただね、手でね、グッとやっちゃうと爪が折れちゃったりするかもしれないので、まあ、こういったものでですね、少し煽ってあげて、で、取ると。で、あとはですね、ここ入ってるだけなんですね。こういう感じですね。簡単に取れます。はい。はい。で、私の場合はですね、ここまでまずやって、でざーっとここまでを通してから下の作業っていう感じですね。で、まあ、ちょっとですね、たまにはまる場合があってですね、何がはまるかっていうとですね、こちらですね、先にですねこっち通しちゃうとこちらの口がね通らないこともあるんですよ。なのでこいつが先に落とせるかどうかを確認して、落とせない場合はまず下からこれを下からこう上げてくる方がいいですね。なので最初にですね、この頭が通るかどうかを確認したいと思います。さすがにですね、この中はですね、映せないので、ちょっと一回ですね、アングル、カットします。はい、今ですね、確認をしましたら、こちらのね、中、先ほどのですね、コンセントっていうか、頭の太いものをね、落とせました。なので、最初にね、ここ落とせるかどうかの確認をしてですね、もし落とせないようだったら、下からアプローチ。で、もし落とせるようだったら、重たいものは下に落ちますので、上からやった方が私の場合は楽かなというふうに感じております。まあ、皆さんもですね、ケースバイスケースで、やっていただければと思います。はい。で、あとはですね、もうこちら、本当に配線をですね、順に上にですね、押し込んで、合わせていくだけの、作業になりますね。特にね、難しい作業ではないんですが、ちょっとめんどくさいかなっていう風に感じてしまう作業ではあります。はい。でですね、こちらもですね、まあ、横着してですね、サンバイザーとかですね、外さないでやることもできるんですけど、しっかり奥まで入れないと、走行中にね、垂れてきたりとかすると、ちょっとかっこ悪いので、まあ、急がば回れっていうことで、こちらはですね、まあ、横着しないでやっていきたいなと思います。よいしょ。はい。こういう線もですね、まっすぐ入ってないと、なんか気持ち悪いですもんね。
よいしょ。あんまりね、ピンって張りすぎちゃっても、こう線って、なんかこう負担がかかっちゃいますし、難しいですけども。はい。まあ、外すものね、外しといたら、割かし、いいかなと思いますね。はい。で、ここまで行ったらですね、ここからですね、ずっと、こういった既存の線にね、合わせて、線を這わせていけばいいだけですね。はい。そしたらですね、一回ですね、ちょっと、テープとかね、ちょっと整えますので、アングル変わります。はい。ではですね、あとはこちらの配線ですね、ある程度ね、下に押し込みましたので、ここね、束ねていきたいと思うんですが、この束ね方もですね、まあ、どれが正解っていうのは特にないと思うんですけどね、こういった結束バンドで止める人もいれば、こういったマスキングテープでピッピッてこう止めとく人もいれば、まあ、今回ですね、ちょっと結束バンドで、あんまりね、縛りすぎないようにしてですね、そうですね、2箇所ぐらいですね、2箇所ぐらいで、ちょっと線をね、軽く、乱れないように、束ねておくような感じしたいと思います。はい。こういったね、既存の、なんかこう柱っていうかね、こうクリップが止めてあるようなところで、止める感じにしたいと思います。あともう一箇所ぐらいですね、こちらで、止めていくような感じしたいと思います。こう結束バンドもですね、これ考えた人すごいですよね。結構すごい便利ですよね。昔こういうのなかったと聞いておりますので、はい、よいしょ、こんな感じですね。で、あとね、このヒラヒラしたところはね、いらないのでニッパーで切っちゃいますね。はい、じゃあ、アングル変わります。はい、ニッパー持ってきました。私ね、愛用してるね、ニッパーは KTC の、PN1-150 ってやつなんですけど、これめちゃくちゃ切れて、すごい気に入ってるんですよね。これ使うとね、本当に他のニッパーが使えなくなっちゃうぐらい、切れ味最高ですね。はい。さすが KTC って、まあ余談になりましたけれども。でね、だいたいね、このぐらいまでやっちゃえばですね、あとはいいかなと思いますね。このぐらいでいいと思います。はい。こんな感じでいいと思いますね。よいしょ。はい。そしたらですね、あとは、こちらですね。もう差し込むだけなんですよ。で、もともと、こうなってたのか。こうか。はい。これ差し込むだけですね。意外にですね、これ、普通にスッと、差し込んで、差し込み口がね、わかりづらいのもあるんですけどね。もう、刺さるようにしか刺さらないようになってるんですね。こういう風な形で。で、あとは、パチンとね、はまるようになってるんですね。クリップ。こんな感じですね。はい。で、ここまでね、刺さったら、あとは、こちらのね、ゴムモールを最初のように、グッグッグッと戻していくという感じですね。通常ですね、このゴムモールも、そんなにね、苦労はしないんですよね。ただね、寒い冬場とかは結構硬かったりするんですね。夏場は柔らかいですけど、ゴムですからね。はい、これで OK ですね。これで、パッと見は元通りになったような感じですね。なので、こちらもですね、もう、ここはね、完成させちゃいたいと思いますので、これもですね、戻していきたいと思います。で、戻す手順についてはですね、先ほどの逆なので、無駄な尺を使ってしまいますと、あれなので、ここはね、カットします。はい、そしたらね、アングル変わりまして、今ですね、もう上、ドライブレコーダーつけて、A ピラーも這わせて、中通してきて、で、ここのね、ハンドルのね、裏側ずっと通してきて、で、このパネルの裏通してきて、落としてきて、今ここにあるって感じなんですね。なので、あとはですね、この配線をですね、綺麗にね、束ねて、こことこうつなげて、この裏に隠して、パチンと元通りすれば、おしまいって形になりますね。で、配線束ねるところとかはですね、まあ、誰でもできる、尺をね、取ってしまうことになりますので、ここはね、カットしたいと思います。それでは、カットします。はい、そしたらですね、こちらのですね、ごちゃごちゃしてた配線は、このように束めまして、
で、こちらはですね、この奥にね、そっと置いとくような感じしたいと思います。あんまりね、こう、ガタガタするところもダメだと思うし、まあ、こういった配線のね、奥のクッションのあたりにね、しまっておけばいいかなと思いますね。はい。じゃあですね、あとは、こちらね、下のコンソールボックスね、戻していけばいいだけなので、戻していきたいと思います。それではアングル変わります。はい、そしたらですね、あとはこれ戻していくだけですね。はい、でまずね、戻していくときに、うっかりね、忘れちゃわないようにっていう ところでは、こちらですね、こちらのね、シガーソケット裏、これですね、パチッとちゃんと締めておかないと、せっかくのね、配線が無駄になってしまいますので、はい、でですね、あとは、グイグイっと入れていくだけの話になりますね。はい、もうね、あとはこれスライドで、スッと入れていくだけの容量になりますね。はい。で、こちらですね、こちらはですね、今パチッと入りました。なのであちら側に行かないとちょっと奥までね入れられないので、ちょっとねあちらの方に回りたいと思います。ではアングル変わります。はい、アングル変わりまして、反対側の方に来ました。よいしょ。もうなんてことないんですけどね、一応ですね、急がば回れということで、反対側から入れてですね、入ってないということだと、遠回りになってしまいますんで、あとはですね、このクリップを入れていくだけですね。で、またちょっとめんどくさいんですけれども、あちら側の方に回って、こちらのクリップを入れていきたいと思います。それではアングル変わります。はい、こちらの方にね、来ました。で、クリップね、もう入れるだけですね。よいしょ。で、あとはね、パチッとこう、入れるだけですね。でね、結構忘れがちなのが、このビスですね。結構ね、ビスこれどこだっけって忘れて、なくしちゃう人もいるかもしれないんですけれども、こちらのね、ドリンクホルダーのこの後ろのところですね、こちらのビスをね、入れていきたいと思いますので、アングル変わります。はい、アングル変わりましてですね、今下の方に来てますけれども、これ狭いんですよね。で、ちょっとカメラのね、アングル的にどうかっていうのはあるんですけれども、こちらになります。はい。OK ですね。はい。で、これですね。忘れがちなので、もう一回増し締めをね、しておきます。よいしょ。いいですね。はい。よいしょ。じゃあ、アングル変わります。はい。あとやることって言ったらね、このカーペット戻して、はい。カーペット戻してですね、おしまいかなって感じですね。パチッパチッと。やれば、OK ですね。よいしょ。OK ですね。そしたらですね、ちょっと運転席の方に戻って総括の方をしたいと思います。はい、そしたらですね、今無事ですね、配線の方も終わって、こちらもね、綺麗になりました。こちらもね、通して、配線もできましたので、総括ね、したいと思います。今日はですね、ユピテルのドライブレコーダー、DRY-ST1500C ですね。こちらと、あとですね、電源取り出し用に、エーモンさんの電源取り出し、電源ソケットですね。こちら2つ使ってですね、取り付けてみました。でですね、こちらのね、機械とこのソケットセットでですね、1万円弱。で、余談なんですけれども、オートバックスの店員さんにですね、これつけてもらったらどのぐらいするんですかって聞いたら、裏取りの場合はですね、5400円消費税込みっていうことですね。そして、電源ソケット、シガーソケットからここからピッてつけて配線をちょっと隠すっていうので4200円だったかな、っていうような形でした。ですので、もしですね、ご自身で、やれる場合は、5400円を、まあ、負担することでですね、つけてもらうこともできるよということですね。まあ、それが高いか安いかっていうのは、まあ、その人の価値観によると思いますけれども、まあ、私の場合はですね、まあ、いろんな、自己成長とか、まあ、そもそもですね、こういった作業好きなので、DIY でね、動画撮ったりしながらやってるんですけれども、初めてやる方っていうのは、いろいろですね、こちらのヘキサゴンというかね、トルクスレンチ使ったりだとか、プラスマイナスとか、ニッパーとか、一般的な工具以外のものもちょっと使ったりとかしますし、電光ニッパー使ったりとかもね、ありますので、頼むのもね、決して高くないとは思いますね。はい。まあ、やってみた方が、まあ、その高い安いっていうのはね、一番わかるんじゃないかなと思います。
まあ、最後にですね、ちょっと通電確認をしてみたいと思います。はい。ですね。いいですね、いいですね。はい。うん。まあ、念のためね、エンジンもかけてみましょうか。うん。エンジンかけて、ユピテルっていうウェルカムっていうのが立ち上がってきますね。はい。いい感じですね。でも、常時録画されるという形ですね。角度的にもね、いいんじゃないでしょうかね。まあ、こういう風にね、これで隠れて、普段はここ、チラチラね、光らないので、運転に集中できますし、ちゃんとこのミラー裏ではですね、録画がされてるっていうことで、私はですね、この位置、割といいんじゃないかなっていうことで、自画自賛ですね。はい。皆さんもですね、実際にですね、これ、決して難しい、作業ではありませんので、ぜひね、やってみてはいかがでしょうか。電源ね、ランプ消えると、こういう風に切ると。なかなかいいですね。はい。今日はですね、簡単ではございますが、こちらのですね、ユピテルドライブレコーダー、ST1500C ですね、こちらの取り付けにチャレンジしてみましたという動画になります。またですね、新しい動画でお会いできればと思います。DIY チャレンジのタカでした。ご視聴いただきましてありがとうございました。また新しい動画でお会いしましょう。